トリックオアトリート。わあ、みんなちょっと待って待って待って、わかったわかったわかった、あげるからあげるから。よいしょっと。はい、ハッピーハロウィン。ありがとう。よし、どうぞ。ありがとう。よいしょよいしょ。はい、ハッピーハロウィン。うぇーい。はーい、はーい、はーい。よーし、全員もらったかな。もらった。大丈夫そうだね。はーい、あいうえお。ということで皆さん、ハッピーハロウィンです。それとですね、1ヶ月前ぐらいなんですけど、僕の YouTube のチャンネル登録者数が10万人を突破しました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、ありきたりな言葉なんですけど、僕も一回言ってみたかったんで言ってみてもいいですか。ここまで続けてこれたのも皆さんのおかげでここまで続けてこれたんで本当に感謝してます。本当にありがとうございます。まあ、これからもね、頑張っていくのでどうぞよろしくお願いします。あとね、結構リクエストしてくれる人が多くてすごいありがたいんですけど、まあ、僕の技術力だとか分かんないことが結構多いので、なかなかのリクエストに答えることがあんまりできてないんですけど、まあ、それでもね、うまく表現できそうで面白いものは、面白そうなものはどんどんリクエストも答えていきたいと思ってるので、コメントしてくれると嬉しいです。まだね、この顔の表情をリアルタイムでこう笑ったり怒ったりとかするのがちょっとできてないんで、それもできたらやっていこうかなと思ってるんですけど、まあ、なかなか難しいですよね。もう本当に大物のバーチャル YouTuber の表現力豊かな顔がすごいです。本当に本当にすごい。あんなのできたら顔芸でね、笑わすことができるので、みんなを。僕も早くやりたいんですけど、ふざけた顔とかを。なかなかね、難しいです、リアルタイムでやるには。僕の動画を見てね、ユニティ始めましたとか、物理好きになりましたとか、そういう言葉がすごい嬉しいです、僕は。まあ、私の頑張りだけどな。いや、まあそうなんだけどね。実際、この棒読みちゃんがほとんどのチャンネル登録者を獲得してくれたので、この子のおかげなんですけど。どう？じゃねえ。今からやりたいことがあるんだから、どいてくれよ。え？早く。わかったよ、じゃあもう。一人でやれよ。すねたすねた。ということで皆さん、いつも本当にありがとうございます。10万人という数がどれだけ多いのか、見てみましょう。工事にもらったこのブドウを、10万粒出してみます。宇宙にね。では、やってみましょう。どうでしょうか？この一粒一粒が、皆さんです。おーおー、こんなに、たくさんのブドウの粒が、チャンネル登録をしてくれているなんて、なんてたくさんの、ブドウジュースを作れるんだ。すいません。今後ともよろしくお願いいたします。10万粒はやばい。